空腹だからこそ食欲は満たされる。乾けば乾くほど水に癒される。恋願うからこそ深く絶望する。きっと今度は彼女も気に入ってくれる。だからね、とびきりの絶望を届けに参りました。まずくアミーがばらまいた呪いにより、集落は絶望に包まれた。伝染することのないその呪いは、それを受けた人間を静かに蝕んだ。あるいはその呪いは、創造主と呼ばれるノアをも蝕んでいたのかもしれない。カオスの呪い。ユーナと同じ症状の人たちは多いわ。ニーニルも、いずれ。あの魔族の言うことが真実だとしたら、この呪いに治療法はない。少なくとも、現時点、この地上では。カオスに行けば、その治療法があるのか。その確証はない。そもそも、天使と魔族に苦戦している今の我らではカオスにたどり着くことなどできない。ノア、我には何ができる。何もない。私にできないのだ。誰にも何もできることはない。ノア、そんな言い方。カオスを理解する以前の問題だ。人間は今よりももっと上位の種族にならなければならない。どんな手を使ってでもな。ノア。あの族長。セレスティア、ノアを支えてやってほしい。ユーノのことで参っているようだ。あんなノアを見るのは初めてだ。答えがあることなら、創造主様は何だって答えを出してきました。だからみんな忘れていたんです。創造主様にだって、わからないことがあるって。みんな、創造主様に求めすぎなんです。私も、みんなも。それが創造主様を追い詰めてしまっているんじゃないかって思うんです。集落のみんなを襲っている呪いについて、創造主様は無力を感じていた。血が出るほど、拳を握りしめていたんです。創造主様は痛みを感じている。助けを求めている。でも、私たちでは、あの人の助けにはならない。脆いわね、私たち。ノアが崩れてしまえば、こんなに簡単に土台が揺るがされるなんて。創造主様だけじゃないんです、族長。どういう意味だ？ルアースにも呪いの症状が出ています。なんだと？これでいいのか、ノア。力を移す魔術、それを貯めるための触媒。貯めておける魔力は桁違いの量。うん、想像以上の出来だ。ふん、何に使うかは知らんが、ろくなものではないのだろうな。人は天使や魔族を超え、この世界の頂点に立たなければならない。お前のご立派な志は知らん。天使が攻めてくるまで時間がないのでな。俺の仕事の邪魔をするな。ふん。親父、治療を受けてくれよ。みんなが呪いに倒れてる。あの時、親父も西の集落にいたんだろ。
魔力のある人間も次第に意識を失うように力がなくなっていくって。笑わせるな。天使との戦いが目前の状態で俺が武器を作らずに誰が撃つ。俺が撃つ。ああ、へっぴり腰のお前に武器が撃てるか。お前の撃った武器なんだ。あれは歪で軟弱、お前にそっくりだ。知ってたのか。俺は魔力もないし戦いで役には立てない。でもみんなの役に立ちたいんだ。何より弱っていく親父を見たくないんだ。頼むよ親父、休んでくれ。ガキが話にならん、引っ込んでろ。聞こえなかったのか。俺は忙しい、さっさと出て行け。引っ込むのは親父の方だろ。ああ、呪いで土を持つ手が震えるんだろ。魔力がなくなってるんだろ。俺が親父の代わりに撃つ。親父は引っ込んだよ。小僧。親父は俺を押さえつけてビビらせることで俺が戦いに出ないようにしていたんだ。もうそんなことをしなくていいんだ。俺でも親父の代わりくらいはできる。代わりと抜かしたか小僧。お前ごときに俺の代わりが務まると思っているのか。知ったふうな口を叩くなよ小僧。あんたに死んでほしくないんだよ。言うこと聞けよバカ親父。すぐに親父の代わりができるなんて思ってない。でも俺だってずっと親父を見てきた。大酒飲みで乱暴者で口が悪くても親父の作った武器は嘘をつかない。アークが竜を倒した時と同じだ。親父が作る武器は人間が天使や魔族に対抗する希望になるんだ。だから死んで欲しくないんだよ。親父の技術をみんなのために伝えたいんだ。ここまで肩が来ているとはな。カオスの呪いというのは相当なものだ。親父。わかったわかった。親父、じゃあこのバカモンが。ガキが、この程度で失神するようじゃ、まだまだだな。俺の技術はすべて書物に記した。あらゆる知識と、あらゆる技術をな。身につけられる人間がいるかどうかは怪しいが。ま、試してみろ。おい、全身飲むぞ。おお、族長もいたか、付き合え。明日の天使のもとの一戦前に景気づけだ。ノアが作り出した食材によって人間は新たな力を手に入れた。そしてそれに釣り合いを取るかのように多くを失った。集落に生まれた希望、愛、家族を思う気持ち、小さな願い、そして失ったものの大きさにまた失う痛みに耐えきれず、
多くの同族が集落を去った。何とでも言え、俺は彼女を守るために強くなった。人が魔族に勝てるかなどどうでもいい。戦いたいのなら好きにしろ。俺は彼女を連れて集落を離れる。イグナーツがしたことが正しいことだとは俺は思わない。ノアの変化に気づくゆとりもなく、天使との大規模な戦は始まった。さて、大げさな数の天使を動員して人間を攻めるね。神のお望みは我々には崇高すぎるよ。この辺りは過去にも粛清した覚えがあるな。何度殺しても何度滅ぼしても水のように湧いてくるんだね、人間は。ヘドが出るな。天使の軍勢を相手に一人で要所を守るなんて無謀よ、ルアス。あなたの役目は武器を作ることでしょう。それにあなたの体はカオスの呪いに。やかましい、守り手が足りんのだろうが。様々な方角から攻めてくる天使どもをここに集中させる。俺一人で十分だ。それに足手まといで頭数を揃えるよりもよほど守りやすいわ。ルアース、あなた、カオスの呪いがもう。今日のために武器は腐るほど打ち続けた。こいつらが壊れるまで父である俺が倒れることはない。お願いルアース、死なないで。ルアース、これを。ノアか。私の魔術を込めておいた。今はの際に発動し、そなたを救うだろう。ノアよ、これを何に使うつもりかは知らんが、俺にはもうどうでもいいことだ。エルビーの使う不老の魔術は性に満足すると効果を失うらしいな。ならば俺はすでに満足している。負け惜しみなどではなくな。そなたの力は殺すには惜しい。来たか、天使ども。うじゃうじゃとまるでイナゴの大群だな。さて、数多くの武器を撃ってきた。人間の希望だなんだと持ち上げられているうちに、俺自身忘れていたようだな。俺の武器は、お前ら天使をほふるものだったということを。羽をちぎり、武器を折り、その身をなぎ倒すための武器だったことを。さあ、我慢比べと行こうか、天使ども。俺の武器は頑丈だぞ。ぜいつも殺された時も無尽蔵に湧いてきた。あいつは殺された。それなら俺は一体何のために戦ったの。何のため、何のためだと。貴様らに復讐するためだ。天使を人なぎで滅ぼすほどの展開ごとえぐり取るための究極の武器を作る。そのためにこの人生はある。シャリア、お前の仇を取るために。私は
あなたがあなたらしくいてくれることが一番の望みです。なぜここが抜けない？守っているのは人間ただ一人だろう。近しい者を殺された恨みかな。もしかしたら殺したのは僕かもしれないけど、これだから人間は厄介なんだ。あの人間の体力はいつ尽きるんだ。まあいいさ、別の道を探そう。お前たちはあれを囲んで確実に殺しておけ。カオスの呪いとやらが回る前に暴れておいて正解だったようだな。武器も間もなく尽きるか。宿題。やはりろくでもないものだったか。だが、鍛冶屋としての役割は終えた。あとはもう、過去に戻るだけだ。お前を失い、天使どもへの復讐に身を焦がしていた頃の自分に、もう未練はない。未練はないのだ。大酒飲みで乱暴者で口が悪くても、親父の作った武器は嘘をつかない。アークが竜を倒した時と同じだ。親父が作る武器は人間が天使や魔族に対抗する希望になるんだ。これより先はただ暴れるだけの畜生だ。天使に復讐し続けるのならばそれもいい。生きた証は残した。死に場所も見つけた。命を懸ける理由もある。ああ、そもそも鍛冶屋を捨てた今、もうこの世に未練などないんだ。私はこの世界が好きですよ。草花が咲いて朝焼けを見るたびに感動して、夜が来るたびに切ない気持ちになる。綺麗な世界。興味はない。草花の形も朝焼けの光も夜の星の輝きも全て、お前がいない世界など。なるほど、これが食材の力か。ノアが研究していた魔術が封じられている。ノアは族長は戦い続けるだろう。この世界から天使魔族が消えるその時まで。いいだろう、付き合ってやるさ。自分の作ったものの行く末は確かめなければ気が済まないたちなのでな。天使との戦いは熾烈を極めた。我らは勝利と引き換えに多くの同族を失った。バカ兄貴、なんで戻ってきたんだよ。あいつのところに行っちまえばよかったんだ。アンリ。私が兄貴に約束させたんだ、あいつらに復讐してって。でも兄貴は優しいからそんなことしちゃいけないんだ。きっと怒りで自分自身を滅ぼすから。私がそうだったから、みんなの仇を取らなきゃって、全部を憎んで全部を壊して。だから
記憶をなくして、あいつと会って、寂しかったけど安心した。復讐は私だけの役目にしたかった。兄貴はあいつと幸せになってほしかったのに。アンリ、バカ、どうして戻ってきたんだよ。思い出すなよ、バカ兄貴。アンリ、ずっと一人で寂しかったな。ダメな兄貴でごめんな。約束を果たすよ。天使は俺が滅ぼす。ダメだよ、兄貴は優しいんだから。アンリ、ベルゼ、それは創造主様に渡された。さらなる力が欲しければ使えって。でも、アンリを守れなかった俺が、力を得たところで何ができる。宿題、創造主様が作ったさらなる力。ガウリードやルアースが、幻獣へと姿を変えた。人間の体を捨てて、新たな力を手に入れる。もしかしたら私たちは、大きな過ちを犯しているのかもしれないね。でも、彼らのおかげで天使が地上から去った。それで救われた人々は多い。私たちは前に進んでいるはずだよ。天使がいなくなっても、魔族に苦しめられる現実は変わらない。そうだね。いろんな場所で人が苦しんでる。リティシアの故郷もきっと。それでもね、ベルゼ。私はこの世界に日が昇ることを知ってるんだ。族長と創造主様は、この世界そのものを変えようとしている。魔族をこの地上から一掃して、人を救おうとしている。私は創造主様を信じるよ。この世界に夜明けをもたらすために、私の力が必要なら、捧げるよ。創造主様は私を救ってくれた。ヴィデーレの一族は、私に生きる場所を与えてくれたから。セルスティア。祈ってる。ベルゼが、リティシアとの約束を果たせることを。俺にあるのは約束だけだ。いつか必ず故郷を取り戻す。俺とアンリに故郷を。そしていつか必ず俺の故郷を君に。そのために身を捧げろというのなら、俺は。魔界へと進行する。族長、準備はいいか。ルアース、ベルゼ、セレスティア、三者とも想定以上の力を発言した。天使が地上を去った今、魔族こそが人間にとっての脅威。今こそ魔界へ攻め込み、魔族を叩く好機だ。食材に乗って力を得た同族たち、それが彼らの意志だったとはいえ、人を導くかつての誓いを我らは果たせているのだろうか。無論だ。食材、そして幻獣は私が追い求めた答えの一つ。人間を導くための大いなる一歩だ。ヴィデーレの一族でも屈指の魔力を持つ者たちが姿を変えた幻獣。
彼らの持つ力は絶大で、我らの魔界への信仰は火のごとく広がった。なんという力。族長の四方を固める五位一体が理想とするところだったが、仕方あるまい。彼らだけでも十分すぎる戦力だ。族長を守るよう、私が燭台を通じて彼らに命じている。彼らの力は族長と共にある。セレスティアやベルセ、ルアーセ、彼らに人だった頃の記憶はあるのか。さあな。言語すら必要としなくなった彼らに、これまでの記憶が必要だとも思えない。魔界。もはや懐かしい記憶だな。このような形で、もう一度訪れるとは思っていなかったが。そうだな。魔界に攻め込む第一の目的は、魔族を叩くことだが、私はこの魔界遠征で、カオスに到達するつもりだ。ノア。幻獣の力。人という器を乗り越えた族長たちならば、魔族を蹴散らすことなどたやすいだろう。そして、あの時は入り口にすら立てなかったカオスに、たどり着くことができるのではないか。あの空間の先にあるのは、未知の世界だ。あらゆるものを超越した次元に存在する力だ。それを、人間が手に入れる。カオスを目指せ。それは、ユーノを救うためではないのか。結果的にそうなる。カオスを支配し、あらゆる力を引き出すことができるようになれば、カオスに囚われている者たちを解放することができる。そうすれば、人は天使や魔族などを遥かに超えた存在になれる。幻獣すらも超え、あらゆる世界を支配することができる。ノア、我らの誓いは弱き者を導くことだったはずだ。虐げられてきた者たちが力を得、これまでの復讐を行うならば、我らは天使や魔族の行いと何ら変わらない。なぜ力を得ることを否定する。燭台の力を使い、幻獣の力を得、あらゆる存在を超えるまでもう少しだというのに。まあいい。魔界にはびこる勢力はほぼ一掃した。カオスはもう目前だ。待て、ノア。これは。成長したね、と言うべきなんだろうか。アーク、ノア。族長。いや、ソロモン。こんな形で再会はしたくなかったよ。幻獣、ノアが生み出した新たな力だね。あらゆる種族の力を人間に転化する。力の追求という意味では素晴らしい。確かに、幻獣からは天使や魔族を超える可能性を感じる。ふん。しかし、カオスには届かない。残念だよ、ノア。君とアークならカオスへ到達する答えを見つけられると思っていた。ソロモン、カオスから持ち込まれた呪いによって、ノアの妹の意識は失われてしまった。治す方法がカオスの先にあるのか。ユーノ、かわいそうに。カオスに魂を奪われてしまったんだね。元に戻す方法はわからない。残念ながらね。カオスは概念であり、次元の高みに存在している。たとえノアの幻獣といえど、次元の縛りは超えることができない。アミーがあの呪いをカオスから持ち出したのも、
おびただしい数の魔族と奴隷を犠牲にし、自らも消え去るほどの魔力を消費したはずだ。カオス、素晴らしい力だ。魔界に存在するカオスの窓、これらを地上へと呼び出すことは可能なのか？人間の手には余るよ、ノア。それに、君たちがそれを望むなら、私はそれを阻止しなければならない。よく聞くんだ、ノア、アーク。魔界に帰ってきてから、私はカオスを観察し、研究を繰り返してきた。結果、分かったことがある。カオスは膨張を続けている。膨張。器に水が注がれるように、ゆっくり、ゆっくりと。この膨張を止めることはできない。いつかカオスの膨張は限界を超え、魔界のすべてを飲み込み始めるだろう。植物も、魔族も、たとえ絶大な魔力を持つ魔王と呼ばれる存在であっても。魔族をも恐怖させる力。お前に制御できなくとも、私にならできる。そこをどけ、魔族よ。師匠に牙を剥くつもりかい？魔族である限り、お前は人間の敵だ。私と幻獣の力は、もはやお前を超える。君は昔から現実的な発言をする。あるいはそうかもしれない。ベルゼ、セレスティア、ルアース、幻獣よ。あの魔族を滅ぼせ。よせ、ロア。族長よ、迷うならそこで見ていろ。もはやあの魔族を倒すには私がいれば十分だ。カオス、かつて見た時と同じ、いや、さらに巨大化している。幻獣の総攻撃、どうやら私でも抑えきれそうにないの。やれ、かつての弟子に超えられるのは嬉しいことばかりじゃないんだよ。かつての死は、人間は全てを手に入れる。カオスに囚われている旅衆が邪魔をするの。ノア、カオスに囚われているのはそなただ。そなたは全てを手に入れることはできない。族長、なぜ邪魔をする？私は人の能力を見せているだけだ。人の能力は可能性。それを示してくれたのはあなただ。違う、ノア。人間の能力は他者を思えることだ。妻と息子を思ったルアースも、妹と家族を思ったベルゼも、一族とそなたを思ったセレスティアも、そうやって人の持つ力を発揮してきた。可能性という言葉を吐き違えるな。そなたの言う可能性という言葉が、ただ未知のものを指す言葉である限り、そなたは、すべてを手に入れることはできない。万能のそなたが、唯一持ち得ない欠点がそれだ。すべてを持ち得るはずのそなたが、なぜ、人間の力だけは手にすることができないのだ。ふん。人は、すべてを手に入れることができる。ビデーレの一族はそれを示し、進んできたのだろう。そこに思いがなければ、我らはただ、地上に害をもたらす存在でしかない。ふん。もういい。主張の齟齬があったところで、結末は変わらない。魔族を撃破し、カオスへと至る。
幻獣どもに命令を与えているのは私だということを忘れないでもらおう。残念だね、ノア。すでに準備は整った。ふん？転送用の魔法陣が書き終わったんだよ。君を止めることは叶わないようだ。地上へと送り返させてもらう。な、我らの攻撃を受けながら、ここまで大規模な魔法陣を、己、カオスを前にして。ソロモン。アーク、エルビーに伝えてくれ。ノアを止められないと感じたなら力を貸すと。彼が生み出す幻獣は、この世界の断りの外にいる。それに対抗する力もまた、この世界に存在しなければならないからね。ソロモン。それにね、魔界に存在するカオスの窓、それは唯一のものではないんだ。どういうことだ？まさか。地上にもそれは存在する。それは、もしかしたら何者かの石なのかとすら思えるよ。どうするかは君次第だ。君たちが歩む道次第だ。私は、人の進む先を見ているよ。せっかく再会したというのに、もうお別れか。長い時を生きる魔族にとって、人間との時間はまさに一瞬の出来事だね。だからこそ、その瞬間は尊いものとなる。人間にとっても同じだ。あなたから受け継いだ思いを、あなたの願いを、叶えたかった。諦めるのは早いだろう。君ならきっとできるよ、アーク。ああ、必ず。フルクトゥアト、ビクム、ビダ、イーレ。ギュアー！最後の最後まで、わしは親にはなれなかったな。親は、こんなにも子を、泣かせたりはしないだろう。すまんな、娘よ。我らが魔界へ侵攻をしている間、ビデーレの一族の集落は、大規模な魔族の襲撃に遭っていた。多くの者が戦い、傷つき、多くの者が、その身を救世の理念に捧げた。そして。族長。ノア、ここに来ると思っていたぞ。天使を地上から追いやり、魔界を蹂躙したそなたが、次に目指す場所。私よりも先に見つけていたとは。地上に眠るカオスの窓。なるほど。ソロモンとつながるエルビーの入れ知恵か。そなたの暴走を止めることができなかった。今の我にできることは、そなたの狂気によってカオスが暴走しないよう守ることだけだ。魔界の一部を破壊するほどの空間、カオスが地上に出現すれば、おそらくこの世界は滅びる。天使も魔族も人間すらも地上からは滅び去るだろう。天使も魔族も人間すらも超える存在ならばどうだ。
幻獣ならばカオスの力をものともせず生存できるのではないか。まさかそのためにそなたの思想に逆らう者たちを幻獣と化しているのか。言葉で理解できないのならば実感させるしかないだろう。ノア、そなたは族長、あなたも私の邪魔をするのか。人間の進化を阻害するのか。我々はヴィデーレの一族、人を救い導く存在、救世の誓いを掲げた同族ではないのか。救い導くのが我らの思想。弱きを強きへと変え、強きをくじく。我らは同じ道を進んでいるはずだ。違う。我にとって救うことは共に歩むことだ。弱きは弱きのまま共に支え歩むことができる。そして小さな一歩を積み重ねれば弱きは強きへもなれる。空論だ。導かなければ人間は歩めない。集落に生まれた赤ん坊がこの世界で何人無事に育った。弱きは無理やりにでも成長させる以外にない。それは救いではない。アーク、今さら私を止めることができると思っているのか。幼い頃から何も変わらない。そなたが私に勝つことは不可能だ。俺はそなたと理想を掲げ理解し合っていると思っていた。しかしそれは所詮そなたに甘えているだけだった。そなたに重荷を背負わせてしまった。共に誓ったはずなのに共に歩めなかった。そなたの横に立つことができなかった。そなたを孤独にしてしまったのは俺だ。せめてそなたを止めよう。そして見届けよう。俺たちが求め、そなたが求めた世界の行く末は。この幻獣の群れを前にしてなお私を止めると嘘吹くか。幻獣たちは奥底で私と繋がっている。かつての同族であろうと彼らは何の躊躇なくその爪を振るだろう。その牙でそなたを切り裂くだろう。孤独なのはそなただ、アーク。ルアース、セレスティア、ベルゼ、そなたが率いた幻獣だ。共に魔界を蹂躙した仲間に滅ぼされるがいい。俺は一人ではない。お前たちは敵ではない。何を言って。一族を率いる長として俺は無力だった。それを支えてくれる者たちがいなければ俺はとうに倒れていただろう。天使への憎しみを糧に無数の武器と力をもたらしてくれたルアース。力を求めるまっすぐな心で一族が強くなる可能性を示してくれたベルゼ。底のない優しさで一族を照らしてくれたセレスティア。彼らの魔力が食大の支配を超えているのか、共に戦ったからなのか、それはわからない。だが彼らの思いが、力が俺の心に灯っているのを感じる。無駄だ、ルアース、ベルゼ、セレスティアは食材により私の傀儡だ。かつての
集落の人間たちのようにそなたの言葉で動かされたりはしない。いや、彼らから受け取ったものが確かにここにある。彼らの意志は食材に支配されてなどいない。ノアよ、そなたが食材を持ち幻獣を刺激するのならば、俺は思いの力を使い彼らと共に戦おう。ルアース、あの時と同じように俺に力を授けてくれ。俺の武器を使いこなせない雑魚に用はない。俺の力導いてみせろ。ベルゼ、約束を果たそうとする思い俺に預けてくれ。族長、ただ力を求めてきた俺の剣をあなたに預けます。セレスティア、共にノアを止めてくれ。はい、族長。創造主様の助けになります。あの人を苦しみから解放してあげないと。幻獣の影、いや、なんだこれは。食材を介さずして三人の力が顕現した。食材の支配を受けている幻獣とは別の個体、四年体だとでも言うのか。もう一体だと。あれは、そなたも、そなたも力を貸してくれるか、聖人。娘が生きていくには少々厄介な世界だ。ノアを倒し、シャンマを一族の呪縛から解放する。ノア、人間の力だ。かつてそなたが見つけたものだ。人が人に受け渡し巨大に成長する炎。一人が五人になったに過ぎない。幻獣はほぼ全て私の食材の支柱だ。どけ、アーク。幻獣の力を持って私はカオスへと到達する。いいや、そなたを止める。救世を誓う俺が最初に救わなければならなかったのはそなただったのだ、ノア。一族屈指の力を持つ者たち、すべての幻獣を総動員しても拮抗するか、決着をつけるのは難しいようだ。だが私の目的はカオスへと到達すること。幻獣どもよ、そのものらの動きを止めておけ。よせ、ノア。無駄だ。ついに迫ったぞ。この先にある力を手に入れる。そして我々は救世へと至る。ノア。我々とは。兄さんは時々人とは思えない行動をするわ。ちょっと怖い。そういう時は一度立ち止まって、そして、ノア、この場は預ける。カオスにはまだ多くの不安定要素がある。幻獣の力があるとはいえ、わずかでも懸念は残さない方が良さそうだ。サラバだ。
アーク。もう、共に歩むことはできないか、ノア。私は共に歩んではいなかったのだ、アーク。そなたも、エルビーも、ビデーレの一族も、車輪の対面。同じ速度で歩んでいたとしても、決して、交わることはない。ノア。あとはそなたの知る通りだ、ナディア。ノアは、地上の人間を次々に幻獣へと変貌させ、ビデーレの一族は、人間にとって恐怖の対象となった。そして私はノアを止めた。ユーノの力を借りて。そして、ノアは地上に呪いを放って死んだ。そして、そうだったのね。幻獣を封じる魔法陣。あれは。そうだ。エルビーが魔界へ赴き、ソロモンから授かった魔法陣。それらには、ソロモンの魔力と血が使われている。幻獣を封じる魔法陣がなければ、とうにこの地上は、幻獣に滅ぼされていたでしょうね。この城は、ノアが触れようとしていたカオスを封じている。ノアは幾度も死を迎え、その度に蘇りながら、カオスに到達しようとしている。数々の幻獣の研究、滞在幻獣という強力な幻獣の誕生、神宿りの森やニブルヘイムへの進行。そう。そして、ノアの研究は完成に近づいている。我はここで、膨張を続けるカオスに、何者も近づかないよう、万をしているのだ。それが、族長がこの地に留まる理由。救世の思い。ノアも族長も同じ願いを持っていたはずなのに、どうしてすれ違ってしまったの？共に誓いを立てた。共に戦った。我らの誓いは、原初のあの時に繋がったままだ。故に、我はノアを止めることはできない。我は、ノアの呪いから放たれた存在だ。しかし、かつての誓いに縛られている。人が他者に力を託す。託されたものが、大きくなった力をまた返す。思いの循環の約束。力の循環の契約。それは今の世で、幻獣契約と呼ばれるもの。族長、あなたの力を私に貸して。セレスティア、ベルゼ、ルアース、ゼイシン。彼らの思いも、すべて。ナディア、我らの思い、そなたに背負いきれるか。もうたくさん背負っているわ。テレーゼやイグナーツ。それに、リティシアの分だって。リティシア。ナディア、世界樹の力ってすごい。戦い続けて、傷ついた魂が浄化されていくのがわかるの。それでも、あなたの魂は擦り切れる寸前よ。限界を超えて、魔力が枯れるまで戦うなんて愚かだって、エルビーに教わったのに。
懐かしい。ビデーレの一族の集落で、ナディアと一緒に魔術を教わった日々。これでいいの、ナディア。あなたの言う通り、羽の力を分離しないと、私の魂は、よどみに埋もれて、汚れてしまう。力を二分する。あなたの提案に従って正解だったな。でもね。なに、リティシア。一つだけ、ね。分けたくない思いがあるの。手放したくない気持ちがあるの。ベルゼのことね。そう。約束したから。いつかね、ベルゼが私の故郷に迎えに来たとき、どっちを連れて行ったらいいか迷っちゃうでしょ。それもいいんじゃない？待たせた罰。あなたに託したいの、ナディア。これは、天外の地を守る巫女としての思いじゃない。ただの、私のわがままだから。お願いね。いつか、ベルゼに渡してほしい。ピティシアとしての、私の思いを。尽くして、突き放して、大切にして、守って、愛して、離れて、思って。族長、あなたが抱いた思いも、全部。ああ、来い、ナディア。そう、全部背負うわ。そして進む。私が人である限り。人を超え、高みから平原しようと、やはり思いは変わらない。ナディアよ、我の心もまた、託すぞ。ありがとう、族長。あなたの救世の願い、みんなの心、ノアに問いかけるわ。私があの人を止めてみせる。これは願いじゃない。私の決意よ。ああ、そうだな。そして、人の子よ。我は見守り続ける存在だ。そなたに話した過去は、あくまで我の言葉だ。我の目で見た歴史に過ぎない。そなたが何を受け取り、何を思い、何をなすか。天帝の目を持つ我にも見えぬ。我の言葉を聞き、我の思いを知り、なおも深淵へと足を進めるか、それとも、この場でとどまるか。願わくば、そなたの進む道が、我と同じ、わだちの先にあることを願う。我もまた、前に進まなければな。もう、過去を見ることはすまい。かつてのあの頃のように、前だけを見て進もう。原初の誓いを立てた、あの頃のように。